こんにちは、沼です。パワープロアプリやっていきます。今回は、全校天才企画ですね。やっていきたいと思います。今回はパワー後編です。闇の、アーサー、ミチル、オクタビア、ナルミ、そして、アスネと。で、コントロールの上限、そして、スタミナの上限に重きを置いて、残りのポイントは全部変化連、スタミナ連で稼いでいこうという感じです。で、目標値としては、球速150、コントロールとスタミナは101、で、変化が、ま、14いけば十分かな、という感じで考えています。で、まあ、エースに関しては、まあ、マントル頼みになるとは思うので、この辺で中継ぎのいい感じの選手を作れたらいいなという感じです。で、天才と、招き持ち込みで初期値こんな感じです。では、行きましょう。で、まあ、当然ながら、アスネとかを狙っていきたいんですけど、まあ、こういうのだったら、こっちでもいいと思うんですよね、正直。今回は練習メインにはなると思うので、ちょっと変化してみましょう。天才がめっちゃ早く来るから、これは気をつけなければいけないと。気をつけなければいけないと。これはメンタルですね。で、今回、まあ、どうでしょうね。覚醒あるかもな。前回、暁で覚醒してるんでね。センス覚醒してるんでね。ありえますね、普通に。ああ、オッケーオッケーオッケー。まあまあまあ、いいでしょう。まあ、こんなもんでしょう。こっからガツガツやっていきましょう。で、ミチルとアスネをね、なんとかね、間に合わせたいなと思いつつ、あとはハント強化も結構間に合いにくいので、ここは大事にしていきたいですね。ありがてえ、体力回復。とにかくミチル、アスネだね。どうしましょうかね。まあ、3人だからこっちか。まあ、その、結局ミチルが、回復あるので、まあ、そっち行っといた方が、まあ、割かしこう、やりやすさはあるんですよね。アーサーとか行ってる場合じゃない。うん、あとはいいやつミチルが早く超えるかどうか。ここはかなり大事だと思います。休めね。うどもいね。ここは一回休みでもいい。結局まあそこの二人をまず上げることが重要になってくるんで、そこ以外はまあそんなに重視しなくてもという感じはあります。ここはここか。勝ち運は取りましょう。うん、どうでしょうね。まあ、コントロールとスタミナ両方いけばそんなに悪くはないと思うんだけどな。ラッキー、ナイス。それはナイス。めっちゃいいタイミングできました。ああ、これは。踏んでもいいけど、アスネが終わりそう感もあるけど。いや、めっちゃ快適になりましたね、さっきと。本当に、本当に楽。あと、闇のが結構光ってくれて楽ですね。ここはアーサーにしましょうか。さすがにね。監督もいますし、監督強化は結構足りないこと多いので、まあ、ある程度踏んではいきたいですね。そろそろスバルが来てもおかしくないと。二級種覚えといて。あ、アスネがびっくりでいい感じですね。で、ここはしっかりと調子安定をもらっておきましょう。はいはい。早すぎる。アスネあと一回か。踏みますか。これで一応強化いきました。ここもしっかり勝ちたい。ただコントロール50ぐらいしかないので、結構多分厳しいと思うんですよね。コーナーにガツガツ投げて。うわー、これだよな。ゆるーく投げていきましょう。一応1ポイント1ポイント大事なので、まあ、しっかりと。ここは、結構ギリ目で、OK。あとは、スバルと、いやー、キバ君との対決か。そこでしっかりと、欲しいもん取れるかも大事ですね。あと、伸びか。今回は、アーサーダウンだから。うん、まあまあ、悪くないでしょう。
これは踏みましょうか。急速守備停止、打たれ強さ入らず。一回休みます。よーしよしよしよし、最低限、うん、ここはいいやつを回ってみましょう。一流の強化はマックスいかないんで、もらわないと。一流は足りてると。オクタビアさっさとあげましょうか。うん、早いね。これは、失敗フラグだな、完全。まあ、オクタビアはもうある程度覚悟してます。ただ、まあ、できれば、ミチルの、ミチルじゃねえや、マインドブレーカーの方は成功させたいですね、できれば。まあしょうがないしょうがない、ここは確定なんで全然いいでしょうという話と、スタミナは直で上げていきましょう。結局球速が上げれないので、そうしないとダブル強が来てほしいです。これ筋力もらった方がいいかな。筋力全く足んないんですよね今のところ。まあしたい。まあ、体力回復もありますから、ね。で、これ闇のがめっちゃ走ってると思う。さすがに50にしておいて。アーサーは狙っていかないとダメなやつですね。おい、頼むぞ。雰囲気に飲まれるな。さらにキレを上げて、このまま完封だ。おー、いいね。ナイス。よく成功した。ミチルは間に合わないかもな。うん、ミチルはダメでしたね。決め欲しかった。まあ一発勝負なんで、こんなのはしょうがないですね。あとは、ポンコツはないからあげちゃってよくて。闇のか。あ、いいですね。こういうダブルタックとかはバンバン踏んで、技術が入らないんでね、入れないと。これ頼むぜ。ポイント欲しいよ。あー、小吉か。まあ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 。大凶じゃなかっただけかな。スタミナいきますか。うん、結構6とか7とかありがたいですね。これはテンポか。で、62か。まあまあ上がってきましたね、という話と、まあここ技術取ってもいいんですけど、まだミチルゼロなんで、まあデート行きましょう。おーい。まあこれあるからな。アスネ先輩はね。うん、スタミナ行きましょう。うん、6いいですね。結構ちゃんと上がってくれるな。うん、そろそろ来てもおかしくないが、闇のが。で、変化もう一度上げれます。一人は行かなくてよくて、これ守備かなりうまいっすね。うん、まあまあ悪くないでしょう。こんなもんだと思います。あ、来た来た来た。見てない。いや、闇の通りは違うよ。読むとちゃんときますからね。これは欲しいな、ポイント的にはね。俺に見せてほしい、俺とは違う君の精神の輝きを。やめろ。よし、男に。おーっと、 47% だから。まあこれは勝負でしょうね。ないけどさ、何も2回に1回通るって思えば、こんなのはファッと通せますからね。おっしゃい！でかいでかい。こういうのに勝っていかないと勝てないから。これは今のでかかったですね。
しかもここできっちり体力回復。みちるさんがね、みちるさんがね、ちょっと怪しいかな。うん、スタミナコントロールともに、まあいい感じで上がってきてはいます。練習させておけばいいかな。OK。ちょっと、やばいよ。そろそろもう入るよ。合宿に。合宿にそろそろ入るよ、みちるさん。で、まあ変化はある程度上がってきてますね。問題なのはそろそろ合宿に入りますよ、みちるさんで。メータってゼロだから。で、前部はアーサーも闇野も終わっているので、で、いいやつの福井部も終わっていて、全員福井部も終わってると。もうほんとみちるしか起きるイベントないので、さっさと起きてほしいですね。おーい、マジか。みちるなしやないか。ここはしっかりとデートしておきましょう。で、なるみが走りましたと。まあ、可もなく不可もなくですが、みちるが走ってないのが痛すぎますね。母さん。お前が伸びくれれば正直何でもよかったんですよ。キレ。そして、重い球を取りましょう。伸びくれ、マジで。うわぁ、打たれ強さか。小筆ちゃんも変わろう。まあ、闇のでいいか。拾っていいよね。逃げ玉はもらってるか。ちょっと伸びが厳しそうかな、今回。100なんだよ、すごい。ここはダブルタックしたんでしょう。勝ちありがて。で、おーい、これ行きたいけど、さすがに、まあ、取るリスクではないな。まあ、技術っすね、これ見ると。心身大丈夫そうだけど、これもう切り替えちゃっていいか、さすがに。変化でいいでしょう。欲しいのマジで伸びだけなんで。とか。で、ドクター系と本塁打現金。まあ、どっちも技術か。まあ、もらうなら、おっと、やばいぞ。もらうなら現金だとは思うけど。結局、奪三振コツ取れないんで、今回。まあ、その辺は大事にやりたいですね。そもそも勝てるかなって感じになってるけど。よし、ケイ。うわぁ、それは痛すぎるんだな。まあまあまあ、これは普通に休みですね。まあ、休むコマンド、おぉ、もったいない。そしてこのね。うん、アーサー行きましょう。打たれ強さはもらったので、これはもう潰しましょう。普通に欲しいですね、伸びを。うわぁ、急速骨か。放ってかい。まあ、オクタでしょうね。シングルタックぐらいだったらオクタでいいでしょう。ちょ、ミチル来ねえ。よし。完全に誤算ですね。金徳も怪しいか。大丈夫か。空振りしないで、空振りしないで、見送りして。やばいよ。やばい、もう毒系に突っ込んでる頭半分。これ4回だっけ、空振り3回だっけ。もうアウトかもしれない。最後の方だともう打たれてもいいから投げるみたいな。うわぁ、4空振りしたらもう無理でしょ。これ2本打たれても大丈夫だよね。もうど真ん中投げましょう。
ニワード区形画像で、これはコンピューターに任せていきます。で、まあ技術はなんとかどうにかこうにかって感じですね。変化はまあまあいい感じで伸びてますね。まあいいでしょう。ここは確実に感度強化を下げない方向で、4500しか出てないですね。これ困ったな。満ちる早って感じだけど、まあ鳴海がいい仕事してますね。さっきから。おー、これ休むかな。休むがマジでもったいないんだ。そして感度強化が下がって満ちる方向。ミチルの評価上げるから、技術も入るし。うん。来ないですね。これ伸び狙いの方がいいかな。さっきからまあこっちは結構くれますね。思ったより。まあ今はくれませんでした。あ、なるほど、マジか。全然来ない。あれ玉か。うん。まあ、休んだ方がいいでしょう。え、もうこれ、やばいな。ああ、来た。うん、まあ、弱くはない。技術も大量に入る。まあ、シングルならスルーでミチルでいいでしょうね。140は乗せて、うん、まあ当初目標としていたところにはなんとか到着はできそう。ああ、これは強いですね。普通に、うん、まあ普通に踏みましょう。ピンチが終わりました。で、どうしようかな。ピンチャンにしてちょっと皆さんには試合カットって感じがいいのかなと思いますので、そういった形でやっていきたいと思います。で、ピンチは取るでしょ。あとは前触れいや違う、いきましょう。はい、ということで試合勝ちましたと。次いきましょう。中があと2回か。まあできたらスタミナとか踏みたいっすね。いや1か。でも次来る保証0だからな。ここは踏み寄ってます。7で、ここもピンチャンしていきます。まあ、これは上げてしまって、で、行きましょうか。はい、ということで、勝てましたと、完封勝利でした。あ、そうか。ここはもうデートなんだ。はい、道で行きましょう。金徳は一応全部行けましたね、という話と、まあ、このシングルだっ行く意味はそんなにないかもしれない。で、ここもピンチャンしていきましょうね。まあ1は上げていいでしょう。で、そろそろ金徳気にしたいっていう感じか。じゃあ行きましょうか。はい、ということで勝てましたと。自動失点で2失点しました。大変だったな。あ、これは断って大佐もね。逃げ玉ありがとう。なるほど。正直精神ポイントの方が足らないからな。スタミナワンプッシュしていいと思うんだよな。うん、2ポイント。まあ次、上げてから様子見てって感じですね。行きましょう。
はい、ということで勝てました。次最終戦ですね。うわぁ、スタミナ来ないか。まあ踏むしかないでしょうね。さあ、ナイス。精神圧倒的に足らなさそうだな。変幻自在とかは行った方がいいでしょう。毒気はまあ様子見ながらですね。完全制圧とプライドか。いやー、ちょっと両方取れるかわかんないのと、筋力は結構余るかもしれないですね。ここは最終戦はしっかり皆さんとやっていきましょう。三振欲しいな。でまあそうか、遊びのところローなんだな。結局その辺のバランスっていうのはやんないとわかんないので、まあ、今回はまあこういった形にはなってますね。もうちょっとスタミナ踏めてれば別に特に問題はないと思うんですけど、多分エピローグで入るのミチルだけなんですね。ギリギリ足りるか足らないかみたいな。毒系は知らんって感じになってる。せっかく金徳はもらえたんですけど、やっぱまあしんどそうですね。ナイス。この三振はでかい。空振り三振。メジャー連続三振でピンチをしのぎます。第9。初球は変化量ももうちょっといければって感じでしたけど、さすがにきつかったみたいです、ね。見送ってストライク。キレのある変化球。いや、ミチルがな、だいぶ遅かったからな。初球見逃し三振。ノーアウト。もう自動して。結構打たれますね。そんなに能力悪くはないんで。わあ。初球ピッチャー返し抜けた。天空さらに1点追加。やりおるわこいつら。完投したいですね。あと伸びもないのか。いやー、これは結構厳しそうだな。ただまあ一発撮りでやり直しなしのルールなので、やりきるしかないっすね。まあしょうがないっすね。これは完投できただけまだ良かったでしょう。まあ、これは普通に中継ぎに転向させておきましょう。まあ、取りきれないだろうな。7876。少ねえ。さすがに少ねえ。いやー、これ、制圧取った方がいいやろうな。あー、ギリギリいけましたね。ギリいけて30余りぐらい。ああ、惜しいな。145。で、まあ、ジャイロボールとかか。ああ、投打躍動取れんのが一番。変化は。伸ばせんか。精神が足んないのかな。精神欲しいな。ただもう、球速でしか、さばいてないからな、正直。か、これやめて。30じゃ足らんか、結局。一応、ツーシームは取れますけどね。だったら5でいいか。さすがに、変化やめようとかにはならないしな。まあ、リリースとって終わりですかね。しょうがないね。まあ、頑張って、2人は頑張ったような気はするんだが、しかし火消し安定。3つ取れんな。3つどころか4つ取れるか。あ、取れないか。まあこれにしますか。はい、どんなもんでしょう。おお、でも S8 か。まあある程度金徳取れたのが良かったのかなという感じですが、まあさすがに S8 かっていう感じです。で、一応7000点8000点を、いや難しいね。やっぱ過去の高校って難しいですね。
で、もうちょっと噛み合いが良くないと、やっぱりこう、うまくはいかないなっていうところで、150キロと、あとはやっぱり、その、まあ、取り逃したドクター K のところ、まあ、この辺のカバーができるようなデッキを、まあ、ちょっと考えた方がいいかなというのと、まあ、スタミナの条件は無理してやんなくてもいいのかもしれないなというのが、今回ちょっと感じたところであります。まあ、過去の高校ってやっぱり点数が、引きにくいところはあるので、まあ、そこを無理してしまうと結局、金得取れない、得の取れない、になってしまうと本末転倒なので、まあ、その辺はちょっと、しっかりと次回以降に活かしていけるようにできればいいのかな、なんて思いました。今回の動画は以上となります。ぜひ、皆様のチャンネル登録、高評価で応援いただければ嬉しく思います。また、Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また、次の動画でお会いいたしましょう。